私の愛するおっぱい、何か固いもの忘れた。まさかまさかと思ってた言葉、止めどなく溢れてる涙涙。寝ているだけでも抜け落ちてる髪の毛も揺れまして、いつの間にかガムテープがお友達になっちゃった。爪だって黒く離れ落ちる現実を誰が、白い帽子手袋に涙涙。今言えることは死ぬまで生きること、他から目を出さないでって祈りながら、ひたすら明るく妻として母として、必要とされていることを感じながら伝えよう。悲しみの数だけ家族の大切さに気づいたこと伝えよう。涙の数だけ強く優しくなれ。